Well, I mean, like I said before, you know, you know, when we got to Kumujima, I watched video from the year before, and you know, and me and my friend just started calling Tanaka CG. That mean complete game. I didn't think he was going complete games that many times all the time. But you know, I know who kind of pitcher he was. But you know, seeing life, seeing going out there and compete every day on a high level, you know, show me a lot of respect for him. You know, he's willing, his passion of winning. やっぱね、優勝するときって年にその何回かこう奇跡的なゲームがやっぱりないと無理なんですよ。結果的には差がこうグッと出るんですけど、そのこうプロセスにはこうやっぱりポイントになるゲームが数試合、やっぱ奇跡的な大逆転だったり、奇跡的なその感動的な試合だったりっていうのが数試合、まあ、挙げるとすればやっぱり田中のあそこだと思いますね。まあ1年通して田中の年なんで全部すごいんですけど、あえて挙げてくれって言われれば、あそこ、そのロッテのそこら辺と田中の試合って、あれはね、ちょっと感動しましたね。はい、やばかったです。自分もこうベンチにいて、はい、なんかチームを引っ張るというか、それもあると思うんですけど、でキャッチャーというその大変なポジションの中で、責任感というか。本当にリーダーとして、志賀がこう引っ張っていってくれたっていうのは大きいと思いますね、僕自身。そのプレーにしてもそうですし、そのピッチャーとのね、僕はまあ後ろから見てるんで、そのコミュニケーションの変え方とかでも、そのジェスチャーにしても、非常に頼もしく、やっぱりそのチームの要としてはキャッチャーと思うんで、そのね、志賀が、やっぱり大きい怪我なくどっしりと構えててくれたっていうのは、やっぱりその僕ら守ってるチームにとっても非常に大きかったですし、またもうそれ以上のプレッシャーの方にもあったかもわかんないですけど、そうね、守る打つ、そのリーダー的なことをするってなると、非常にあの島の存在っていうのは大きいと思いますね。